子供プロダクションチャンネルでございます。どうもこんばんは。今日はあの音楽好きの友達のところのオーディオルームに来てるんですけども、アルテック A7 とパワーアンプ、アルテックプリアンプもアルテック、こんな感じ。これがプリアンプが何でしたっけ、アルテックの1567A、 かっこいい。パワーアンプが1568A。 上にもあるんだよね、何気に。これは1568A。 あ、これ一緒なんだね。一緒です。一緒ね。こんな感じでプリとパワーで、ソースはこれマランツの CD プレイヤー、型番はちょっと分かんないけど、あとこれ前使ってたやつ、ダイナコのプリアンプ、これあんまり印象良くなかったね、印象の良くなかったんだけど、これに変えたら化けました。この A7 が急に吠え出した。4発入ってます。あ、これそうだよ、テレフンケンだもんね。これ状態いいんだね、多分ね。これも綺麗だもんね、A7。 うわ、レストアされててめちゃくちゃ綺麗。こっちもなんかあんまりペンキ塗りすぎんのも良くないらしいんだけど、厳密に言うと。だけどこんぐらい綺麗だと気持ちいいよね。って感じなんですよね。よいしょ。ということで、実際にいつもの、空気録音で使ってる音をかけていきたいと思います。よし。いかがだったでしょうか。実はここ、私普段お世話になっている歯医者さんの待合室なんですが、院長先生が音楽大変好きな方でして、待合室にアルテックのスピーカーシステム組んでらっしゃるんですよね。日中は診療を待ってる患者さんのリラッ
スペースというか、そういうために音楽を流して、診療が終わったら今度は自分のリラックススペースにしてるということでした。スピーカーの方は綺麗にレストアされていまして、アンプリも非常に程度がいいんで、視覚的にもすごく癒されるんですよね。こういった機器はもちろん美しいに越したことはないですから、まあヴィンテージ機器なんですが、すごく清潔感があってクリニック的にもね、まあそういう場所的にもすごくぴったりだと感じました。しかしですね、このシステム実はこの間までイメージ通りになってくれないところがあって大変だったんですよ。実は私の知ってる A7 の音じゃないっていうかね、なんていうのかな、下も上も詰まってる感じで伸びないんですよね。でネットワークに原因があるのかなとか、まあプリアンプなのかそれともパワーアンプなのか、原因がねちょっとわからない感じだったんですが、先日あの先生がアンプの方今回のに変えたらしくて、最近調子いいんですっていうことだったんで、今回の空気録音に至ったという経緯になります。まあ、いろんな角度から、まあ、検証してみたんですが、もしかしたら悪さをしてたのはダイナコのプリアンプかな、もしかしたら整備不良だったのかもしれませんね。もともとは悪いものではないですからね。いやしかし、まあ、ここまで鳴ってくれたらあとは何とでも、まあ、詰めようがありそうな感じしています。以前は鳴らなすぎてもう騙されたんじゃないかっていうぐらいね、私も言ってましたから先生に、これ騙されたんじゃないのって。まあ今回追加投資はあったにせよ、まあ本当に良かったと思います、鳴ってくれて。というわけで新年一発目の動画は CI のオーディオシステムの紹介でした。また面白いことありましたら動画にしていきますんで、引き続きよろしくお願いいたします。本年も1年よろしくお願いいたします。それではまた後ほど、さようなら。